第8出リラックスのための瞑想法自律訓練法である程度心に思うことに体が反応するようになったらその応用としてリラックスするための瞑想法を行いますこの瞑想法ではとにかく楽な姿勢で何も考えないようにします何も考えないというと簡単なようですが実はこの何も考えないようにする瞑想法こそ 一番簡単なようで一番難しく奥の深い瞑想法なのです。人間の心すなわち意識は眠っている時以外はほとんど外界に向けられています。外界から感覚器官を通して意識に膨大な情報が入ってきて心にさまざまな影響を与えています。現代人はいつも 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報洪水の中で溺れかけていると言えるでしょう。その情報の多くは、明るいニュースより、事件や事故などの暗いニュースの方が圧倒的に多いのではないでしょうか。このように暗い、嫌なニュースばかり聞いていると、心には不安が増大し、ストレスが増えるばかりです。時には、 このような外からの情報を一切シャットアウトして自分の中から湧いてくる心の声に注意を傾けることが大切です。これをニュース断食と言います。この時は生きるのに必要最低限度のことをして新聞雑誌テレビラジオインターネットなどどうでもよい余分な情報には一切接触しない状態にします。 特別にに外界に向けられていますちょっとした意思や家族の一言が気になって夜も眠れなかったり大したことでもない国際紛争のニュースを聞いて明日にでも大戦争が起こって世界が滅ぶのではないかと心配したりしますリラックスするための瞑想はとにかく何もしない何も考えないという境地を作るようにプログラムされていますい 照明はできるだけ暗くします。眼鏡やコンタクトレンズや送信具は外し体を圧迫しない楽な服装とします。満腹の時は酒大小便は済ませておきます。心を落ち着かせるために良い香りの花を置いたり香を焚いてもいいでしょう。歯を磨くか口を冷水で吸すいでおきます。 二次立訓練法の単位と同じ楽な姿勢をとりますできれば全度結果ふざを行いますが体に障害のある人は椅子に座ってもよいし寝ていてもかまいません椅子に座るときは安楽いスのように頭部を支えることができるようにします横になり寝る姿勢では横向きより上向きがいいでしょう要はどんな姿勢でもいいのですが 長時間同じ姿勢でじっとしていても体が負担を感じないような楽な姿勢にします3目をつむるか目を薄く開けた状態半眼にしますゆっくり10回くらい腹式呼吸で深呼吸を繰り返しますその後自律訓練法でしたように心が落ち着いていると5から6回くらい心の中でつぶやきます ある程度心が落ち着いたと感じたら私の心の中には何の考えも浮かんでいないと5から6回くらい心の中でつぶやきます4何も考えない状態を無念無双と呼びますしかし大抵はすぐ何かを考えてしまいますこれを雑念が起こると言います病気のこと家族のこと 自分の行く末など気になる事柄が次々と思い起こされますそうかと思うと次には昨日の食べた食事の美味しかったことを思ったり次には1週間前に見たテレビ番組のバカらしさを思い出したりさらに突然に3年前に友達に貸したまま戻ってこない3000円の借金を思い出したりでいろんなことが心の中に浮かんでは 消え浮かんでは、てて変転してきます。あまりにもコロコロ変化するので心と呼ぶという説もあるいです。ご雑念が浮かんできたら今はこんなことを考えている場合ではないという言葉を心の中で唱えて雑念を追い払います。しかしあまり次から次へと雑念が起こるようなら自分の呼吸に意識を集中して雑念に意識が向かないようにします。 この時、ゆっくり、呼吸の数を数えるのも一つの方法です。1から10まで数え、また、1に戻り10まで数え、これをずっと繰り返します。これを、数息期間と言います。6始めて、間もなくの頃は、簡単に雑念を追い払うことはできません。それで止めてしまっては何もなりません。継続は力なりで、続けていると、 次第に雑念が減ってきますそれでなくても雑念にとらわれている自分を仕方がないやつだなぁと眺めているもう一人の自分に気がつきます雑念を完全に払うのは困難ですが1億年くらい経てばこの雑念もなくなるだろいにのんびり構えればよく焦る必要はありません七ある程度境地が進んでくると 呼呼吸吸ししてていいるる自分が、呼吸と一体にになっている境地に到達します。もはや自分が呼吸か呼吸が自分かというような自分と呼吸を分けて考える状態ではなく自分と呼吸が全く融合したような境地になります。これを従えい見ない仕入れ我々入り感と言います。はち何も考えない状態でゆっくりした腹式呼吸を繰り返します。 10分くらいしたら2から3回パチパチとまばたきし手足をゆっくり動かして元に戻ります自律訓練法の消去動作を行ってもいいでしょう以上がリラックスするための瞑想法プログラムです1日に1回10分以上で2回くらいは行うといいでしょうとにかく根気に毎日続けることが大切です ヨーガ根本経典と言われるヨーガスートラの冒頭にヨーガとは心の働きを止め滅することであるという言葉がありますヨーガとはいろいろ難しい体操をすることだと思っている方には意外かもしれませんがヨーガの究極の目的は心の作用を止めて何も考えない無念無想の状態に心を持っていくことなのです中村天風の言う 心が肉体を思わず肉体が心を思わないという状態も無念無想と同じことなのです心の作用がなくなれば苦しみも悲しみも一切感じなくなり心は平安になります被さえ怖くない境地になります半夜心経に説かれている空という状態もこのことを指し一切が空であると悟れば あらゆる苦しみが消滅すると書かれています。諸行無常の追及とされる「弱滅ためらく」「べての欲望を断ち切った静かな境地を楽しみとすること」という仏教経典の文句もこの境地を示しています。禅の開祖と言われる達磨は少林寺で「免壁九年」の座禅修行のあと悟りを得て禅宗を開いた言われています。 壁のの前にに、に年間座っっっててていたたために足が腐ってあのような姿にな姿と伝えられています。要するに、洋画による心の留め滅や般若心経の空や善の悟りは、言葉を聞いて理解することではなく、何年も心をリラックスさせる瞑想を続けて、雑念を完全に追い払った状態で体験する心理状態であり、 絶え間ぬ努力と実行なくして到達でできる心の状態ではありませんこのような境地に立ちすればあらゆる人生の苦痛は完全に消滅するはずですそこまで行くのは難しいかもしれませんがやってみる価値は10分あります何事もやろうという意志とたゆぬ努力と実行なしには成就しません